回収せねば何としても。あれは。こんにちは、バトレー将軍。貴様は。はい、特別派遣共同技術部のロイドです。その特派が何の用だ。だって始まるんでしょ、テロリストの掃討作戦。あは。なぜそれを。あ、当たっちゃいました。貴様やりすぎですって。将軍とクロビス殿下が内緒にしていた何かを取り戻すのは簡単だけど、仲間もまとめて掃除したい。テロリストを泳がせればアジトがわかる。おめでとう、君の推理大当たりだ。いえ、私はただおかしいと。もういい。で、特派としてはどうしたいんだ。だから掃除を手伝いたいんですよ。手伝い。ええ、データが欲しいんです。それで何ですか、奪われたものって。化学兵器、つまりは毒ガスだ。ち、携帯は圏外か。この暗さと路面条件、かつての地下鉄路線を走っているな。行き先はどこかのゲット、出るのは危険。でも、よし、見えた。条件はクリア。軍の保護は尺だが、テロリストの通信機を土産に。忘れてた。あいつ、俺を置き去りにして。何この音。ゲットーの上空にブリタニア軍の輸送機。あんなにも兵隊が、今さらゲットーに、どうして。テロリストは地下鉄構内に潜伏している。貴様たちの目的はテロリストが奪った兵器を見つけることにある。イレブンの居住地、新宿ゲット、旧地下鉄構内を探索せよ。発見し次第コールを送れ。ターゲットの回収は我が親衛隊が執り行う。貴様たちは名誉ブリタニア人とはいえ元はイレブンだ。同じ猿の匂いを嗅ぎ分けろ。重火器の携行を許可される身分になるため、
功績をあげろ。今こそブリタニアに忠誠を見せるチャンスである。イエス、マイロード。さっき見たブイトールといい、何かがおかしい。嫌な感じがする。どうしたの、お姉ちゃん。ヒナ、マリとトモを連れて一度ゲットを離れましょう。ブリタニア軍がゲットに大勢入り込んでいるの。でも、アコちゃんやユウちゃんは。手紙を残していく。それに客といるのなら、きっと疎開の方、ここよりも安全。何もなかったら、すぐに戻ってくるから。さあ、早く。うん、わかった。マリ、トモ、すぐに用意して。考えられるのは、レジスタンスがゲットーに逃げ込んだ、とか。でも、これまでにレジスタンス相手に、軍がこんな大規模で動くことなんてなかった。やっぱり、何か異常なことが起きてる。それなら、ヒナたちを疎開まで避難させないと。一度、私の家に連れて行こう。トラックが止まった。事故か、それとも。攻撃されている様子はない。今のうちに上からよじ登れば。お前は、ブリタニアの。殺すな、これ以上。待て、俺は。しかも毒ガスなんて。毒ガスだと。とぼけようとしても。だから、どうせその毒ガスだってブリタニアが作ったんだろう。お前、殺すな。だったらブリタニアをぶっ壊せ。ルルーシュ、僕だよ、スザクだ。お前、ブリタニアの軍人になったのか。君は、まさかこれ。何言ってんだ。毒ガスじゃない。
さっきの兵士たちの姿がほとんど見当たらない。旧地下街の方に入ったのかな。それなら好都合。いつものように地上のルートで大久保のゲートから疎開に戻る。いい？これから北に向かって大久保のゲートまで行く。そこから疎開に入りましょう。でも私たち名誉ブリタニア人じゃないから疎開には。私が何とかする。ここはレジスタンスとブリタニア軍の戦場になるかもしれない。疎開に行けばひとまずは安全だからね。うん、お姉ちゃんの言う通りにする。ありがとう、ひな。さあ、マリとトマも行くよ。答えろよ、スザク。毒ガスか、この子が。しかし、ブリーフィングでは確かに。あ、隊長。この猿、名誉ブリタニア人にはそこまでの許可は与えられていない。しかし、これは毒ガスと聞いていたのですが。抗弁の権利はない。まずい、確かに毒だ。外に漏れればスザクの主人たちが危うくなるほどの猛毒。だがその功績を評価し慈悲を与えよう。クルルギ一等兵、この銃でテロリストを射殺しろ。違います。ただの民間人で巻き込まれただけです。貴様、これは命令だ。お前はブリタニアに忠誠を誓ったんだろう。それはでもできません。何？自分はやりません。民間人を、彼を撃つようなことは。では、死ね。スザク！見たところ、ブリタニアの学生らしいが、不運だったな。女を捕獲した後、学生を殺せ。イエス、マイロード。ブリタニアのクソども。日本、万歳。何？自爆だと？この隙に。何？足元から地下で爆発でも起きたの？やっぱりただごとじゃない。早くここから離れないと。
みんな、大丈夫？うん、私たちは平気。お姉ちゃん、あれを見て！あれは、ナイトメアフレームの輸送機。まさか、ブリタニアはナイトメアまで使う気なの？どうする？いっそのこと軍に保護を求める？いいえ、ナイトメアまで持ち出している事態なんだ。まともな状況じゃない。できるだけ軍に見つからずに疎開に入った方が安全。そこの入り口から入って地下道で駅を越えましょう。大丈夫、地上よりは安全だから。うん、ヒナはさっきの揺れが爆発だと気づいている。爆発のことは私も気になるけど仕方ない。地下の方が入り組んでいる分距離は長くなるけど、身を隠す場所が多いことも事実。地上にはナイトメアフレーム、地下では謎の爆発。一体このゲットーで何が起こっているの？逃げられただと？それでも親衛隊か？申し訳ありません。爆風はほぼ情報に拡散したのですが、岩盤が。何故お前たちだけに教えたと思っている？探索を続行します。作戦は次の段階だな。しかし殿下、あれが外に知られたら私は敗着だよ。本国には演習を兼ねた区画整理と伝えよう。第三王子クロビスとして命じる。新宿ゲットを壊滅せよ。では名誉ブリタニア人にすらなれないクズ、一匹残らず抹消せよ。当然。ジェレミア管理官、バトレー将軍が第二方面軍の指揮を取ってほしいと。参謀がいるだろう。せっかくの前線、楽しませてくれよ。何なんだよお前は！お前のせいなんだろ、この騒ぎは。なあ！しかもブリタニアは、ブリタニアが続くまでも。今の揺れ、それにこれは発砲音。地上で何が起こってるの？もしかしてさっき見たナイトメアが。
の？この音、お母さんやお父さんが、殺され、フラッシュバックを起こしてる。この音で、7年前の戦争を思い出してしまったのね。ヒナ、ヒナ、大丈夫、大丈夫だから。この音が怖いのね。お姉ちゃん。大丈夫、私が地上を見てくる。ヒナはマリとトモと一緒にここに隠れていて、すぐに戻ってくるからね。ここから地上に出られそうだな。いいか、そこで待ってろよ。どうだ？イレブンしかいないようです。この辺りなんだな、出口の一つは。はい、旧市街との地図は照合済みです。ここはダメだ、見つかる前に地下へ戻らないと。ブリタニアメ、赤ん坊まで殺すなんて。こんな時に携帯。見つけました、女とあの学生です。ほう、よくやった、女を確保。学生はそこに立たせろ。テロリストの最後にふさわしいロケーションだな。お前ら。まあ学生にしてはよく頑張った。さすがはブリタニア人だ。しかしお前の未来は今、終わった。殺すな！できれば生かしておきたかったが、上にはこう報告しよう。我々親衛隊はテロリストのアジトを見つけ、これを殲滅。しかし、人質はすでになぶり殺しにあっていた。どうかね、学生君。なんだこれは。スザクも、この子も、そして終わるのか、俺も。何一つできないまま、
あっさりと。ナナリ！終わりたくないんだ、お前は。なんだ？お前には生きるための理由があるらしい。さっきの女か？まさか。力があれば生きられるか。これは契約。力をあげる代わりに私の願いを一つだけ叶えてもらう。契約すればお前は人の世に生きながら人とは違う断りで生きることになる。異なる摂理、異なる時間、異なる命。王の力はお前を孤独にする。その覚悟があるのなら。ラグナレクの接続、神話の再びの始まりか。いいだろう、結ぶぞその契約。なあ、ブリタニアを憎むブリタニア人はどう生きればいい？貴様主義者か？ん？どうした、打たないのか？相手は学生だぞ。それとも気づいたか？打っていいのは打たれる覚悟があるやつだけだと。お、なんだ？ヌルーシュビ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ね！Yes, your highness. 撃て！地上の様子を見に来たのはいいけど、まさかこんな。なんでブリタニア軍が。ブリタニア軍が決闘の日本人を手当たり次第に殺している。こんなのただの虐殺じゃない。まさか新宿決闘の日本人全員を殺すつもりなの？いや、ありえる。ブリタニア軍の展開にナイトメアフレームの投入も、それなら理解できる。こうなると
保護を願い出るなんて自殺行為。地下に戻って何とかして疎開に逃げ込まないと。ヒナ、みんな。あ、お姉ちゃん。よかった、みんな無事。ヒナ、急いでこっちに。何？何が起こったの？何も見えない。何も聞こえない。ヒナ、マリ、トモ。とにかく、みんなを連れて逃げないと。体中がきしむ。動かそうとすると激痛が走る。でも、ようやく五感が戻ってきた。天井が…ヒナ…マリ…トモ…そんな…あれは…あれは…なあ、お前、俺に何をして欲しかったんだ？俺に変な力だけ与えて。なぜ親衛隊が？ここで何があった？ブリタニアの学生がなぜこんなところにいる？答えろ、さもなくば。チッ、そこから降りろ、今すぐに。お前何様のつもりだ？そうか、やはり直接見ないとダメか。私はアラン・スペイサー、父は公爵だ。公爵？内ポケットに ID カードが入っている。確認した後保護を頼みたい。手は挙げたままでいろ。 ID は私が出す。よこせ、お前のナイトメアを。
わかった。ナンバーは XG2IG2D4 だ。よし。私は何を。ん？もしもし、ルル？何よ今さら、どこにいるの？サボってばっかりじゃ留年しちゃ。そこにテレビはあるか？テレビ？ごめん、大事なことなんだ。もう、ちょっと待ってね。ごめん、これ貸して。え、何？ニュースだ。新宿で何かあるか？ニュース？交通規制だけで他にはないけど。規制の理由は？わかんない。特に出てないし。ねえ、また変な掛け事やってるんでしょう。前にも言ったけど、そういう危ないの。うん、わかってる。ああ、それと妹に帰りは遅くなるって伝えてくれ。じゃあ。一方的に。なるほど。全てを終わらせてから軍に都合のいい報道をするつもりか。情報を秘匿している以上、大っぴらに援軍は呼びづらい。つまり盤上の駒はこれだけ。とはいえ、これだけの包囲網を一人で突破するのは難しい。保護を求めるのはかえって危険だし。俺を巻き込んだ借りを返してもらおうか。よくも。カレン、グラスゴはまだ動くか？大丈夫、私がおとりになるから。扇さんもここの人たちを逃がして。捕まるのは私たちレジスタンスだけで。分かってる。だけど、これだけ囲まれていたら。また敵！ナイトメアのエナジーがもう。あの片腕のグラス号がテロリスト。追うぞ。
イエス、マイロード。あと30分。西口だ。線路を利用して西口方面まで移動しろ。誰だ？どうしてこのコードを知っている？誰でもいい。勝ちたければ私を信じろ。勝つ。分かったわよ。西口方面に行けばいいのね。ガジャクなイレブンで、ただ逃げるだけでは狩りにならんだろう。さっきのサザーランドがやっぱり追ってくる。おい、これからどうすればいい？私を信じたからには勝たせてやる。この上に飛び移れ。分かった。列車をぶつけるつもりか。通用するとでも思ったか、こんな作戦が。お前はグラスゴーを追え。イエス、マイロード。押し打ち。貴様、どこの部隊だ？敵は片腕の。攻撃された。まさかテロリスト。貴様。あのグラス号戻って。どうやってサザーランドを。あれ、どこに。おい、クレン、さっきの通信は何だ。え、扇さんたちにも。ああ、吉田たちももうすぐこっちに。お、通信？お前がリーダーか。あ、ああ。そこに止まっている列車の積み荷をプレゼントしよう。勝つための道具だ。これを使って勝ちたくば、私の指揮下に入れ。全部ナイトメア。こっちにもあるわ。こっちもだ。すげえぞこりゃ。話だけでも聞いてみるか。こんなに、どうやって。グラスゴーにいる女。あ、はい。お前はそのままだ。その機体は撹乱に向いている。エナジーフィラーは15分ほどなら。ではニューパックにしておけ。10分後に次の指示を連絡する。一般のイレブンに混じってテロリストが多少の抵抗をしているようですが。我が軍の圧倒的な優位に変わりはありません。当然だ。それより。分かっております。ガスのカプセル。
表向きはな。はい、彼女の方は引き続き、生死に関わらずな。おい、本当に大丈夫か？ IFF は外されてるし、敵の罠とかさ。戦況は全てにおいて向こうが有利なんだ。罠なんて必要ないだろう。お前たちも指示されたポイントに。T1、動かせるか？基本は今までのと変わらないはずだ。君は何者だ？名前だけでも。それはできない。通信が傍受されていたらどうする？それより、Q1 が予定通りなら23秒後に敵のサザーランドがそこに行く。おそらく2機。壁越しに撃ちまくれ！け、何言ってやがる！みんな、武器を確認しろ。おい、本気かよ！ポイント F31 に敵！陽動か、サルジエだな。ラズロー隊はそのまま直進。オイゲンとバレリーを向かわせろ。背後から叩く。3、2、1、撃て！オイゲン卿、バレリー卿、共にロスト！副兵か？Give me a reason, you know that I'm leaving.